ポートレート・オブ・イド・レイザン、イド・レイザンから1935年は、日本のジャーナリスト、文筆家、監視人、自由民権家。相馬中村藩士の和田幸恵の子として、現在の福島県で生まれた。名は、教授で、レイザン和賀号。字は小常。旧姓は、和田であったが、後に、秋月藩の江戸詰藩士の家である、東京府和田福が全貌町の井戸家に向入りし、 井戸生となる。このため、井戸教授の名でも著作がある。他の表記に、井戸良山、井戸常重、井戸常重、良山仙子、井教授がある。関立宮城市販学校に入学し、2年間の在籍の後、公明変更を経た、明治11年に、公立仙台市販学校を卒業。明治14年22歳で、原町市の初代小学校長に就任する。 自由と通信員として自由民権運動に参加。福島事件の年に離教。警官練習所からおそらく明治22年まで勤務の後様々な新聞社で記者や主筆などを務めた後書や監視の素養を持った文筆家として活躍。書画月報や陽明学等の雑誌に顕筆を振るう。対象5年に月刊雑誌、 書道及び画道創刊昭和8年に難画館商会を創立。書道及び画道では、自身の手になる数々の記事や監視のほか、陶器賞の画案祖国藩の論書、強白石の俗書譜元元の南北書波論の和訳も行っている。記者や主筆としては、東京横浜毎日新聞、東京毎日新聞、海新新聞、 大阪毎日新聞、実業新聞、岡山山陽新聞、中国民報、大和新聞、大和新聞、毎夕新聞などに在籍する。日本初の新聞常設コラム、検敵の創設時の執筆者であった。大和新聞からは経営者の松下君次を批判して、退社。新保党主義の青年同士とも楽部の評議員や、東京の日、明田協会準備会の世話人も務める。 和漢五名家戦事門修正は、版を重ね、平成1年にも出版されている。建国大学の開学を33年遡る1905年に、満州大学の設立を提唱した。新国における近代の新知識の欠乏を、新国の国力の発達への障害と捉え、日本で高等教育を受けた上級の人材の満州への移植、そしてこれによる、 新知識の深刻満州への移植を唱えた。昭和10年北豊島郡菅母長没。墓所は東京都文京区の養国寺。東京朝日新聞は、霊山の正教を報じて曰く、漢学者で明治時代の倉庫会に知られた豊島国菅賀にの2042度霊山氏は病気療養中22日午前0時5分自宅で死去した去年77。 国別式は来る24日午後2時から3時まで、小石川区、関口町洋国寺で行われる、王は、福島県の出身、四所賀の王屋として知られていた。霊山の聖教を記す、記事内の、後藤新兵白あずま道九州各地に、遊劇数や、小室へ白をあずま道して、品全道を、万有という記述、後藤新兵書館集書集の来館。 シナの風俗などからも伺えるように、後藤新平、伊藤博文、坂井俊彦、小室水雲、中村不施、香川慶三、後藤浅太郎、岩崎鏡川、江木忠、久保天水、犬飼い武士、河野み春、王阿人をはじめとする、諸分屋で活躍する人々との面識や交流があった。後藤新平トレーザンは、明治後期に、 警官練習所での勤務時期が一部重なっている。高橋によれば、霊山は、後藤新平に可愛がられ、正解出馬を再三進められたが辞退した。後藤新平書簡集には、霊山からの発通の書簡が収録されている。後藤新平はまた霊山の明治42年の著書、大箱根山の関東に監視を寄せ、ため両善死に、大箱根勇気、新平と署名しているほか。 霊山の著書のうちのいくつかの大事を記号している。内藤湖南監視文集には井戸霊山に送られた監視、寺院総井戸霊山の東京が含まれており、関西大学図書館の内藤文庫には井戸恒重の書簡十通が所蔵されている。霊山の実業新聞での記者時代には同志で坂井敏彦も働いていた。山本帝次郎は霊山が 気の毒な生活を送っていることを、河井路氏から聞いて、霊山を、清し懐道書が目録が完成するまで親切に扶養したという。主筆を務めた、山和新聞には、小室水運がおり、大正9年には、小室と中国を満遊した。小室水運は、霊山の臨終の際にも沈騰に辞し、その臨終を移している。また、大箱根山は、中村不説が、 表紙画を担当している。1921年には、ご小席が霊山を訪問している。1916年3月3日には、土田正次郎の招待で、有吉地駆動の案内で、町田の公設園に、三浦英蘭有沢公衆、大町慶月などと遊ぶ。このほか昭和四文の編纂顧問も務める。ありがとうございます。